ヤマト、今どこだ？基地なのか？わかった、私もすぐ行くぞ。風のように出撃。だから私はキャップを男と認めているわけだ。お、ヤマトも行ったぞ。うわ、これどうなるんだろう。したヤマト、そんなに慌てて。ああ、そこで寝てる。好きだと叫んで押し倒してきてな。何を言っても口説いてくるものだから、少し黙ってもらっていた。いきなり一気に言われても訳がわからん。破天荒なやつだよ、昔から。ん？ああ、気に入ったからな。ヤマト？それはもちろんだが、ヤマト。いきなりだな。いや、お前の場合はまあいきなりではないが。このお店はね、美味しい割に人が少ないんだ。僕のとっておきだけど、教えてあげる。どうも。お姉さま、今日は機嫌悪いみたいね。女性の喜ぶ言葉というものはですね。今女子の間で流行ってるのはね。よーし、二人きりになれる状況を作ってやる。女子の写真？うん、仕方ねえな。これをやる。しょうもない。じゃあこのゲームがいいんじゃない。今はこの漫画が面白いと間違いない。わからないことがあれば教え合いましょう。白の隊、見てくれヤマト。いいから相手に送るメールの数を増やしやがれ。遅くまで勉強お疲れ様です。そしてがましいようですが、夜食を。お前の進路、私は応援するぞ。俺も惚れたぜ、モモ先輩に。
私は戦うこと以外よくわからないぞ。それでもいいんだよ。ああ、伝わってきてた。お前のまこと、常日頃からの。一度振られたのに元気な奴だと思っていた。むしろバネにして頑張っていたのに、そこまで私が好きなのか。すごいよ、私大好きっ子だな。夏楽しかった。いろいろ私に気を使って。それがこれからも続くなら願ったりだ。射程に落とされたか。まあそれも悪くない。私もお前が男として気に入ったぞ。負けたか、この俺が。さすがに急すぎたか。だが、大したもんだぜ。俺が気絶している間に、そのそつのなさとゲットした魅力、尊敬するぜ。さすが軍師だ。悔しいが、誇らしいな。うわー！ヤマトとお姉様が抱き合ってる！なんかこういう驚き役が多いです。だったらもっとリアクション派手にして、それで売っていこうぜ。言ってる場合か。これはすごい状況だろう。とにかく落ち着け。クリスがね、ヤマトおめでとう。ヤマト、どうした？うん、いいぞ。うん、好きだ。